もうね、正直言うとね、もうこれを徹底的にやるだけでかなりパフォーマンス変わります。はい、どうも BNL の体アカデミー山根です。今回は動作の全ての基礎となる安定化機構、これについてお伝えしていきます。安定化機構って聞きなじみないです。そうですよね、丹田っていうのだったら聞いたことあるんじゃないですか。はい、スポーツとか武道でよく聞きます。そうですよね、あのへその下にあって、で、まあ、よくあの丹田からあのエネルギーがとかっていうふうに、まあ、抽象的に言われることが結構多いんですけども、今回は人体構造的に、まあ、しっかりと説明して分解して、分かるようにしていきたいと思います。では解説よろしくお願いします。はい、ということで本編に入ってまいります。どうぞ。はい、動作の全ての基礎となる安定化機構、これについてお伝えしていきます。まずですね、今回アスリートがねパフォーマンス上げたいであったりだとか、慢性の症状に悩まされている、例えば膝が痛い、腰が痛い、肩こりがする、こういった方たちにも非常に有効的ですので、ぜひ最後までね、ご覧ください。よく言うですね、体幹が安定しているとか体幹が強いっていうね方、これはもう全て安定化機構これにつきます。なので、ここをですね参考にしていただけると、ぜひパフォーマンスが激上がると思います。冒頭にも言いましたけども、安定化機構って多分皆さんね聞きなじみないんですよね。聞きなじみないけども、症状が出る人出ない人ね、パフォーマンスが高い人低い人って分かれるわけじゃないですか。これはですね、実は後天的に習得というのが、されているということです。じゃあいつしてるんだっていうことなんですけども、基本的にはまず生まれてから首が座る、ハイハイする、立ち上がって歩くね、この段階の時に習得しているということです。これを習得してるんで、皆さん子どもの頃ってそういった症状に悩まされないわけですよ。じゃあただですよ、なんで大人になってそういう悩まされるかっていうと、人間は身長も伸びるし体重も重くなる、こういったことによって体が支えられなくなるという状況になるわけです。その時に安定化機構が働いていれば、そういった症状であったりとかね、パフォーマンスが低くなるとかってないんですけども、まあこれがですね、実は難しいところでそうもいかないということで、まあ、子どもの頃からやっていれば一番いいですよというのが、まあ僕の中での考え方です。安定化機構、これについてお伝えしていきますけども、これはですね、動作を行う前に働いて関節を安定させる仕組みですよということです。まず関節を安定させる、ここのね、図のところちょっと書きましたけども、まずイメージしてほしいのはですね、何かにですね紐をくくりつけて引っ張るということ、これまずイメージしてください。その時にですね、これ A が正しい方で B が良くない方ですよということですけど、いわゆる太い木とかにね紐をくくりつけて引っ張ってみて、引っ張れますかねってことなんです。で、今度逆にこれぐらいのね、あの枝にくくりつけて紐を引っ張ったらぐにゃぐにゃ引っ張れますよねっていうことなんです。これがいわゆる A と B のところなんですけども、安定化機構が働いている方はもうこっちなわけです。しっかりした太い幹という形になるわけですね。今回ですね、太い幹があればいいかっていうのは、実はそれだけじゃなくて大事なのはここです。動作を行う前に働くということです。これはですね、専門用語でフィードフォワード制御というね、こういう言葉あるんですけども、まあ要は事前にという意味なんですね。動作が起こるコンマ数秒前に起こってますよというのがフィードフォワード制御だから、これ勝手にやってくれてるんですよ。今ちょっとこれね、ここ画像出てると思うんですけども、これが右と左比べてみると、健常者か腰痛のある人かということなんですね。で、これは筋肉のね、あの働いてるかどうかという波形を見るものなんですけども、腹斜筋とかね、腹横筋とか、特に今ない腹斜筋のところだと思うんですけども、その部分がこう先に実は乱れてると思います。そこが働いてから、例えば他にある三角筋とかっていうのがね働くような順番になってると思います。腰痛の方の解説いきますけども、こっちの波形はですね、もうぐちゃぐちゃだと思います。最初に働いてほしい腹横筋だったりとか、内腹斜筋っていうところよりも他のところが先に働いてるわけです。そうしてくると体がどん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 問題が起こってくるわけです。要はちゃんと働いてほしい安定化機構に関連する筋肉が働けば OK ですよということが、これでわかると思います。で、じゃあこっち戻りますけども、要はそれが、動作が起こるコンマ数秒前にどこが働いてますかっていうと、これは重心点の周辺ですよということですね。はい、皆さん重心点覚えてますか？こっち書いてますけど、へそがあります。バッテンへそです。それのすぐ下のところです。で、ここをですね、働かせるんですけども、その関与する筋肉っていうのはここに書いてます。腹筋、背筋、臀筋、内転筋というところになるわけですね。
一応ですね、まあ、データ上にね、この筋肉って認められているものはあるんですけども、そうじゃなくて、まあ、僕はやっぱり関連するのがこの4つの筋群だというふうに思っております。ここがしっかり安定すると症状がなくなったりパフォーマンスが向上したりということが出てくるわけです。では、最後に、ここポイントですね。1つ目、徹底して重心点周囲の強化をしましょうということです。もうね、正直言うとね、もうこれを徹底的にやるだけでかなりパフォーマンス変わります。ここを徹底して強化するだけで十分です。ただですね、これね、徹底的に強化するんで1個だけ、ね、難点があるんですけども、これ実はですね、ウエストがくびれないんですよ。これ別の動画でもね解説してますけども、強い人っていうのはウエストがねキュッてなってるんじゃなくて、しっかりと幹がしっかりしてる感じです。なので実はモデルさんとかもねさせてもらったことありますけども、そういった方は実は腰痛に悩んでるとかっていうのは結構あります。次、連動させてトレーニングしましょうということです。ここを作れるようになって強くなって、そこの動きと合わせて連動させましょうということです。腹筋と、じゃあ上半身となのかね、臀筋と下半身とかなのか、まあ、これはですね、いろいろ競技によって違ったりだとか症状によって違ったりするんですが、ここをしっかりと働かせられるようにするということが一番です。はい、で最後3つ目ですけども、目的動作の確認ということです。でこれ目的動作の確認っていうのは、ここの、重心点の部分をね強化して、その後にやっぱ感覚変わります。で感覚変わるんですけども、その人がやりたい動きね、例えばボールを投げるのかパンチを打つのか、まあ、いろんな動作があるわけですけども、そういった動作をですね、ちゃんと確認しましょうということになります。でないとですね、結局体っていうのはその動きを覚えてくれないわけですよ。まあ、極端な話です、この腹筋がバキバキの人とその専門の競技の人ね、戦った時にじゃあどっちが勝つかっていうと専門の競技の人が勝つわけですよ。これは確実に目的動作の確認をね行っていけば、ちゃんとそれが連動していくということになるので、ぜひそこ覚えててください。なのでうちではこういった形で5段階に分けてますよというのがあるわけです。ここ関節の解放っていうのは、例えば腹筋をしようと思っても腰が悪い人はやっぱり腰痛になってね、それが可能性が固まって働かないわけです。だからここを動くようにしてから、次に安定化機構というところをね、ここに書いてある筋肉を働かせましょう、起動させましょうということです。で使い方を直して、あとは動作を連動させるね、この順番がすごく大事なので、ぜひですね、覚えておいてください。で最後にウェイトトレーニングですよね。ただがむしゃらになっても腰痛になったりだとかっていうのがあります。僕自身もすごくね、現役中はヘルニアとか坐骨神経痛とかっていうね、そういう症状に悩まされてましたから、まあちょっとやっぱ順番が違ったんだなというふうに感じておりました。はい、ということでね、以上なんですけども、実は最後の最後ここね、これはアスリートだけじゃない、普通の、ね、仕事される方も大事です。無意識で入るようにトレーニングってこういうことがポイントになります。要はですね、さっきのお腹ね、お尻、内転筋ね、あと背筋とかってありますけども、ここ意識してやったらダメなわけですよね。仕事中にそんなこと意識してられますか？競技中に頭使いますかってことなんです。やっぱり無意識に入るように徹底してここを強化するということが大事になってきます。ということでね、ここをしっかりと理解していただくと、他の動画見てもあ、こういうことやってるんだっていうのが分かるんじゃないかなと思うので、ぜひ参考にしてみてください。もし分からないことございましたら、コメント欄に、お願いいたします。はい、ということで本日は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。 BNM に来ている選手が効果出る理由が分かりました。はい、だから重心が大事っていつも言われているんですね。そうです、まあ僕はこの理論に基づいてやってるって感じですね。自分も言われていることやりだしたら腰痛とかなくなりました。はい、で、まあ、結局それって別に重り持ってないですよね。はい、自重で基本的に十分ですし、アスリートもこのトレーニング大変そうですもんね。あとこの安定化機構をベースにどうやるかが難しそうですね。確かに、まあ競技やあとはまあそのどういうふうにしたいかって目的の動きによって違うんで、まあ難しいかもしれないですね。最初は動作の時に意識するだけでも問題ないですか？はい、まあ本当はねダメなんですけども、まあ、初期の頃はまあお腹の方だったりお尻のちょっと力入れるって感覚は あってもいいと思います。具体的にどういうトレーニングしたらいいですか？はい、まあ、それはまあ他のねアスリートがやってるやつがまあショートで上がってるんで、そちら参考にしてもらっていいんじゃないかなと思います。わかりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。